どうも、笠井翔輝です。今日はですね、いきなり、オリックス山本、そして菅野さんのね、元カノのね、野崎萌香っていう女性がね、ホテルで密会していたと、ニュースがね、飛び込んできたので、急遽動画を撮りました。皆さんお待ちかね、Twitter とかね、早く笠る動画で出さないかなとか、そういう声が多かったんですけれども、僕は非常にね、ショックというか、なんなんこいつみたいな、心境でございます。なんでかっていうと、まあね、その野崎萌香さんっていうね、まあ、モデルだか女優だかなんか知らんすけど、その方は菅野さんと一緒住んでて交際しててですね、ちょっと前に、別れたんですよね、そのね野崎萌香さんがなんと7月11日にですね、オリックスのエース山本くんとですねホテルで密会したと、それをねニュースポストセブンが、報じてますけれども、まあね、オリンピック、がね、もう明日かな、野球初戦、ドミニカ戦迎えるわけですけれども、まあその中で稲葉監督からね、その開幕投手に指名されたのがこの、オリックスの山本投手ということでですね、まあ、これまでね絶対的、日本のエースだった菅野智之、先輩がねコンディション不良で、日本代表ね、辞退した、今季パリーグの投手三冠王山本は間違いなく、投手陣の大黒柱、決勝トーナメントの大一番でももう一度先発できるスケジュールを考えた初戦の起用ですと、そんなねオリンピックでねその先発起用大事とされている山本選手なんですけれども、まあ、ニュースなんて書いてあるかっていうと、7月11日の夜のことペナント前半戦最後の登板9日を7回、ね、完封で9勝目を挙げた山本は一足先に単身チームも離れオールスターまでの、束の間のオフの、都内の高級ホテルで過ごしていたと、この日山本が夕食に向かったのはホテルのイタリアン、レストランの個室ワゴンに、乗せられた前菜やデザートを客が運ぶスタイルの一人飯には、場違いな店、案の定、そこに待ち合わせの女性2人組が、来たと、女性2人組はいずれもね等身でピンク色のふんわりとしたワンピース姿だった。その1人はモデルの、野崎萌香さん31歳ということでね、連れの女性は野崎さんの、友人で、まあ等しい様子だったと、ニュースでは言ってます。まあ言ったらその野球選手とその野崎萌香さんの友人と2対2の合コンってことですよね。はい、まあ今はね世間がうるさいので、あの密でね、まあそういうホテルだったりそういうので密会してるんだと僕はね思ってましたけれども、案の定。てかでも俺もやばいわこれ、野崎萌香さんマジで。もうね、なんだろうな、その球界のねセリーグの大エースからねパリーグの大エースに移り変わったと。これはちょっとね野球界では結構タブーなことでですね、なんだろうな、例えばそのプロ野球選手、先輩だったり後輩だったりどっちでもいいんですけど、プロ野球に所属している選手のあの彼女とかをね、また知らずに付き合ってる人は多いんですけど、知っててねあのまた交際するっていうのは結構タブーで、まあ、山本も山本でちょっとねあのちょっと変わってんのかなみたいな感じですかね。はい、まあそのね飯が終わった後直後にホテルに戻っていく様子だったんですけれども、まあ一緒にねホテルに向かわず、エレベーターで一回ロビー降りて、サインプレーのような指示合わせの動きでですねロビー一回でまた再び待っていた二人と、合流と。あ、三人で客室行きのエレベーターに乗り込んで消えてった。え、 3P もしかして。あ、22の合コンじゃないってことこれ、それとも男がいたんかな、よくわかんないですけど、とりあえず、その間野崎は、ずっと山本に寄り添い友人は一歩離れたくらいの距離感を保っていたということですね。一人じゃ何もできんとか野崎マジで。山本の手には野崎からプレゼントされた大きな白い紙袋が握られていた。何なんでしょうね中身は。野崎と友人がロビーに降りてきたのは日付が変わる頃ということで、まあ何をしていたんですかね部屋で本当に。まあニュースポストセブンに書いてますけれども、それにしても驚きなのは山本と野崎という組み合わせ。救済さも、去ることながら本誌週刊ポストが野崎と侍ジャパン元エースの菅野の深夜の腕組みデートをスクープしたのは2年前のこと。新しい交際相手が山本であればジャパンの元エースから新エースへのスイッチということになるが、野崎と菅野はポスト記事の後もツーショットが報じられ結婚間近と、言われていましたけれども、今年4月に破局が、伝えられたと。別れを告げたのは野崎からだったと言われている。まあ菅野さんがねメジャー行ってそのアメリカで一緒に過ごさないかっていうことを野崎に言ったら首を縦に振らなかったと、いうことらしいんですけれども、まあねそれをねそれから時を置かず、しかもこのコロナ禍のね中なぜ野崎は山本の部屋を訪れるほどの関係になったんだろうかということですね。まあもともとね 2,3 年前から仲良かったらしいんですけど、菅野さんと付き合った野崎は山本にも相談相手としてね
相談したみたいです。まあ、これもね、先輩のね、相談相手聞く後輩とかね、聞いたことないけどね、多分ちょっとね、まあ野球はすごいですけれども、まあ普通のね、一人間としてはちょっと俺どうかと思いますね。まあ菅野さんに言うべきだよね、山本は。すいません菅野さん、今ねお付き合いされてる野崎さんから相談受けてですね、自分から聞いたことは内緒にしてほしいですけれども、こういう相談がありました。僕はその女よりその野球の大先輩である菅野さんを方にしっかりと正直に伝えたかったので、今回こうやってご報告させていただきましたと。まあ、これが一般というかプロ野球の中では当たり前なんですよね。まあね、そのいろいろ書かれてますけれどもね、まあ野崎さんの事務所ではプライバシーに関することであり、ご回答は差し控えていただきますと。まあ安定なねコメントを出しておきますけどね。面白いのがですね、野崎萌花の選球眼はいいのかみたいに書かれてるんですけど、大体ね、なんか あとねなんか菅野さんで味を占めたのか、野球選手に味を占めたのか、野球選手とその付き合っていく、結婚していくっていうことに対して多分ね、しめしめと思ったんじゃないでしょうかね。本当にこういう女嫌いわ俺、本当に嫌い。もうなんやろ、もうめちゃめちゃ今もう放送禁止用語めっちゃ出そう、こういうなんかね、なんていうやろな、港系女子っていうかさ、もう俺ほんと大嫌いで、私何々くん有名人ジャニーズと知り合いなのとか、なんか言ってくる女いるんですよ。多分そういうタイプですね、これは。なんか有名アーティストのなんかライブでも一番前で自撮りしてたら、なんかそのアーティストに怒られたみたいですけど、ちょっと頭がちょっとね、俺みたいに言ってるんでしょうね。一緒、同じ部類、ほんとにやばい。まあなんか本当に先輩の、なんか山本も山本やわ、ほんとに。先輩の彼女を元カノとさ、親しくすんなよっていう。普通だったらもう連絡先知ってても連絡取らないよ、それとか、それが普通なんですよ、野球界っていうか、僕が育ってきた上下関係、野球界ではですね。それでなんかイチャイチャして部屋で次日が変わるまで一緒にいて、なんなん、野球はすごいけどマジで気まずい場合、絶対山本菅野さんと気まずいと思う、 100%。 絶対話しないだろうし、いやちょっとこの野崎っていうね女はね、やめといた方がいいですね。僕はもうマジで本当に放送禁止用語出そうやわ。野崎お前どうせお前芸能人野球選手の野郎がみたいな感じで本当に言いたいっすね。はい、聞こえましたでしょうか。もう聞こえてもいいけどね、別に。このニュース見た瞬間マジで腹立ったわ。本当にこういう女うぜ、いらんと思った。基本的にね、そのなんか何やろうな、女とかそのなんか金散らかしたらすぐな、そんな女って多いし、多分その一人でしょう。まあこれあんま言い過ぎたらあれまたニュースになっちゃうけどさ、もうほんとなんかもう俺別叩かれてもいいけど、ほんとこの女は良くない、あと山本も良くない、ほんとにこれはほんとに思います。もうこれ禁断のタブーです、ほんとに。はい、ありえません。まあいいんじゃないですか、どこまで行っても男と女の関係なんで、先輩とか関係ないんでしょうね。野崎萌花も野球選手だったらあんなにいいバックやいい生活ができる、しめしめと思って多分近寄ってるんでしょうね、野球選手に。ちょっと野崎萌花はね、やばいな、やばい。あの巨人の大エースの菅野さんをね、振るっていうかね、多分菅野さんが嫌だったんじゃないかな、この女で。なんかプライド高い、私はみんなドッキリ女子だからプライド高いから、無性狙いみたいな感じで菅野さんとお別れしたんでしょうけれども、本当菅野さんこの人と結婚しなくてよかったと思います。はい、そんぐらい言い切ります。別に炎上しても構いません。皆さん気をつけましょう、世の中には何を考えてるか分かんない女がたくさんいます。男性の皆さん、騙されてはいけません。顔が 100% ではありません、本当にね。男より女の方がね、多分ドス黒いんで、気持ちは気をつけましょう皆さん。あ、なんかあなたとの子供ができちゃったとかね、すぐ言ってきそうなパターンやん、こういうの。山本もやめ、本当にやめなさい。まあ一発や二発やるぐらいだったらいいんやろうけどな、長い目で見ちゃいかんと僕は思いました。すごい、もうまだもうめちゃめちゃ放送禁止、さっきも言ったんですけど、放送禁止用語めちゃめちゃもう吐き出しそうなぐらい、僕は怒りっていうよりもなんか気持ち悪さと、なんなんこいつとっていうって感じです。顔じゃないです、人間顔じゃないと僕は思いました。もうこのニュースを見た時ね、すぐ動画を出そうと思ってたんですけど、ちょっと忙しかったので、まあ今この動画がね、何時にアップされるか分かんないですけれども、いっぱい僕の気持ちは今言えたと思います。6割7割ぐらいは言えたと思います。あとの8割9割10割は文句、放送禁止用語、本当にそんなような言葉がいっぱい出てきます。それでは男性諸君の皆さん、女に気をつけて野球しようよ。
バイバーイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。